何から行くつもりだ？ビヨット。ビヨット。どっち？ドラゴンボール組やな。嘘つけ。嘘つけや。小春そんな黄色好きやったっけ？かわいい。てか成功。皆さんこんにちは、小春大チャンネルのカールです。サチです。ママです。ママもいます。今日は前日、小春さんとママがお友達とコリアンタウンに行ってきて、パパと大地は泣く泣くお留守番だったんですけども、はい、その際の戦利品紹介です。特に何やろ、いろいろお菓子買ってくるなとか何も聞いてなかったんだけど、いざ帰ってきて蓋開けたら思いのほか買ってきてはったので、今回は紹介したいと思うつもりだ。つもりだ。うん。じゃあ何から行くつもりだ。小春ちゃんが言ったんでしょ、おすすめを。はい。あ、よく溶けないですね、ソフトクリームなのに。マシュマロです。え、マシュマロなんですか。はい、マシュマロです。なんでこれ選んだ。え、マシュマロ好きやから。あー、まあ基本的にね、マシュマロ大好きっ子やもんね。もしかしていろんなマシュマロあった？うん。その中でこれにしたんや。はい。次は、うん、同じ店で買ったこれ。マシュマロ。おー、ちょっと待って、ちょっと待って。またマシュマロ？うん。買いすぎじゃね、マシュマロ。お花。同じ店じゃないんじゃない？え？え？お前。何個か言ってた？間違えた。ちょっとしっかりしてよ。間違えた。どっち食べる？コアルがピンクで、タイチ青。タイチピンクの方がいいんじゃん、実は。え？何これ？これメンバーカラー。え？あ、ほんまや。ほんまや。さっきから。新メンバーカラーや。次。これも韓国？そう。トマトのケチャップパスタ。へえ。なんか日清とかで売ってたけど。これ美味しいんだって、なんか。お友達のお母さんが教えてくれて、めっちゃ美味しいって言って。あ、そう。次、これめっちゃ最近なんか流行ってんねん、これ。え、パパ知らんけど。知らんけど。よく見る、ショートで。見るやん。ママ知ってんの？めっちゃ見る。そう、これ美味しそうやね。全然美味しい。2種類買ってきた。まだまだ。まだまだあった。あ、パッケージが違うのはこれ、種類が違うってこと？そう。で、他にもあったってこと？あった。そう。それなんなん？チョコレートなの？なんか、ヨーグルトみたいなやつに。ヨーグルト？うん。え？ヨーグルトに、なんかチョコレートみたいなのが入ってる。あ、入れるなんか、容器分かれてる。え、じゃあいろんな種類があるっていうことは、うん、何が違うの？チョコレートの種類が違うの？ヨーグルトの味とか違ったり。へぇー。あと、チョコレートの違う。名前なんて言うの？わかる。しょうがない。ビヨット。ビヨット。ビヨット。今、すごい有名。ビヨット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 。どっち？次は？むくぐみ。むくぐみ？そう、むく。むきぐみ。あー、むくで、そういう意味。こう、むく意味。うん、すもも味。それ韓国じゃなくてもなんか食べたことがある。うん、向こうごみぶどう味やった。うんうんうん。それタイチ好きそう。うん、タイチなんか気になるのない？え、あれ、うん、タイチだって情報はゼロやろ。これ。興味持ちそう。これはパパも知らんけど、明らかにドラゴンボールグミやな。ドラゴンボール、絶対。1個しかなかったの。いや、これ見つけてな、すぐ、あ、これタイチに買って帰るって言って。7個なかったの。いや、全部あったんちゃう。え、もっと買ってこいよ、願い事叶えられるやんか、買ってこいよ。あ、でも1がなかったな。え、誰が持っとんの1。シェンロン呼べたやんけ、買ってこいよ。いや、位置がないか探さないと。店員さんに聞けよ。何味なの？いいのかな？わからん。みかん。みかん。あ、ドラゴンボール以外にも？はい、モンスターボール。おおお。あとスイカ？はい。先取りしすぎちゃう、夏。もうグミは山ほどあったよね、地球が。もういろんなグミがあって。でも、スイカグミ好き。え、まだまだあるんかな、その、カプンって噛んで開ける系のやつ。イカゲームのやつとかもあったし、なんかバナナ。最近見えへんからさ、もうなくなったんかなと思ったら、めっちゃバナナあったで。バナナ、ちょっと細長いってこと？違う、4つぐらいつながってる。じゃあママがなんか気になるアイテムとかある？ママ、これかな。普通にイオンで買ってきた卵。違います、温泉卵じゃなくてグミらしい。嘘つけ。嘘つけや。卵ちょっとでかい。さすがにこれグミちゃうやろ。
ちょっとでかいで、だからどうやってんのやろこれ。殻は何？殻ごとグミってことこれ。殻は分かってできんのかな。あれ、さっきのビヨットじゃないの？これはなんかもう一個ぐらい種類あんねんけど、うん、このチョコのやつ買ってきた。もうパッケージがビヨットやん。違う、まあこれも分かれてる。ちっちゃめやけど。ビヨットやん。なんかマシュマロが入ってて、それをチョコにつけて食べる。一緒やん。仕組み一緒やん。ちっちゃい版やん。チロッと。チロッと。パパ気になってんねんけどさ、これなんなん？え、アポロ。これ。これ何？アポロ。アポロって書いてある。え？アポロ？アポロってあの三角のチョコレートちゃうの？ストローの中？粘土入ったみたいな。そう、なんか柔らかいラムネみたいなのが入ってる。それを食べる。何？カモってこと？スムってこと？カモ。噛んだり、なんか指で押して。ちょっと全然分からへん。指で押すってそんな細いの？どこ押すの？この棒で押し？違う、ちょっと。別売り？棒は別売り？ついに。何やラストラスト。おう、ひまわりチョコ。あ、ひまわり。ひまわりの種。ひまわり。ひまわり。あ、そっから取れたんですか。この人大活躍やな、さっきから。一番シンプルで美味しいけどね。ひまわりの種チョコ。味が想像できる。食べた。でもその前に、おやつ編は今終了してんけど、なんか買ってきたんでしょ。はい。何それ。これはゴム。ヘアゴム？うん。かわいい。てか成功。パパの分は？ない。なんでよ。あるわけないじゃん。パパ最近髪の毛伸びっぱなしやからさ、もうさぞくくりたいねんけど。自分で買って。それは？ベルト？ウエスト太すぎや。違う。キーホルダー。うん、それ自体が。うん。そんなんあるんや、今。コリアンタウン。どこでも売ってるもん。わかんない、流行ってるみたいやけどね。これ自分でさ、なんかワッペンつけてる。これ、キーホルダーを自分で選んで、ボタンも自分で選んで、他の形もあんねんな。そう、この布の色。布も好きなの選んで、で、キーもうこのワッペンなんかもうめちゃくちゃ。大地興味ある？ない。でもこういうのアメ村とかさ、原宿とかにありそう。めっちゃ悩んでたよね。そう、すごいいっぱい。それをお友達と、一緒に作って。そう、色とか違って作ったのね。そう、ゆねちゃんは何色で。そうそう、みんな違う色でカラー。みんな派手な色でな、仕上げ。小春、そんな黄色好きやったっけ。え、今なんか全身黄色やけど。お前や。あれ、そんな黄色をしてる子やったっけ。違う、たまたま服が黄色やったから全部黄色にした。せやん。これはたまたまピンクしたかったよね、本当は。でもめっちゃ淡い。そう、淡いピンクしかなくて、ショッキングピンクみたいなのがなくて、それやったらこういうピンクが良かったの。そうそう、なかったなかったな。そう、淡いのするんやったら違う色にしようってなってな。なるほど。みんなピンク。なるほど、うん、なるほど。でもどう、みんなピンクが良かったけど、みんなピンクやめてんな。淡いから。そんなに好みじゃないピンクやったんや。じゃあもう太一くんが我慢できそうにないんで、おやつ実食タイム。イエーイ。じゃあ、大地くん、パパもちょっと気になる、それ。ドラゴンボールゴミ。いけるかな？頼む。やばい。お、開いた。何味？わー、もう、この男心をすごいくすぐるわ、これ。じゃあ。みかん。へぇ。シロップ入ってんのかな？じゃあ、ちょっと半分が出てよ。透明やろ。クリア。持ってる。気になる。すごい気になる。入っとる。いや、入ってないんかと思ってた。もう結果、みかんなんかさ、半分かじって歯見えんの。ほんまや。歯が見える。でかい歯が余計でかく見える。これ7使ってこいよ。あ、じゃあそれ卵。これちょっと答え教えてたよ、これ。はい。殻はどうなってんの？いきます。おう。殻はトンカチで割る。待って。さすがにプラスチック、これは。じゃあ中にゴミが入ってたことね。はい。そういうこと？ああ。そういうことね。3つ入
えてるねんけど。何や、なんか無駄にドキドキしたわ。いやでも痛い子すごいね。丁寧に個包装されてるやんけ。これも意外とオレンジ。色がもうみかん味やもん。美味しいの。わあ、気味割れた。くれんの？いただきます。まあ、え、くれんの？ありがとう。あ、あ、あ、みかん。めっちゃみかんやん。チロッといっとく？チロッと。これか。うん。これさ、ちょっと別のショートで動画上げとくからさ、みんな見てよ。はい。で、この動画ではチロッとにしよう。はい。うん。もう勝手にチロッとって呼んでるけど。チロッと。うわぁ、かわいい。これ美味しそう。あー、うまそう。いただきます。あ、いいよ。1個、これめっちゃええやん。美味しそう。どう？1個めっちゃつけんで。うん、それは好きにしたらいいけどさ、取り出せなくなった。いや、昔さ、韓国のスーパーみたいなとこ行ってんな、これ。そこで買ってん、これは。なんか安かったよね、500円ぐらいとか。あ、見て。お、真っ黒やん。うわ、このチョコ美味しい。こんなん絶対駄菓子屋にあったらな、うん、人気商品やで。100円までやでって言ったら1個とか。先生、チロッとはお菓子に入りますか？入りますよ、これ。入ります、これ。あ、こんな預けたくなかったのに。そう言われても。チャイアンク。そんな言われても、そんなんな、自分の差し加減。チロッといい、なんか見つけたら買ったら、うん、優しすぎや、君は。焼き鳥やん。ネギ芋やん、大地の。というわけで今回は、ママと小春が行ったコリアンタウンの戦利品を紹介しました。イエーイ。まあ、ほぼほぼおやつなので、今全部開けるわけにはいかなかったんですけども。はい。皆さん、面白そうなお菓子がいっぱいあったんじゃないでしょうか。はい。やっぱドラゴンボール。もうパパそれしかやってないな。ドラゴンボール欲しいな。大丈夫。見つけたら買おう。買って。うんうん、え ?7 個。7個。いや、可能なら14個。シェンロン2回呼ぼうよ。いや、違うな。7子28個。1人1個叶えられるで、願い事が。お腹いっぱいになるけど。まあ楽しかったでしょ、コリアンタウン。楽しかった。じゃあもうそれだけで十分ですよ。まああとさ、面白い出来事話していい？コリアンタウンで。うん。あれじゃあさ、帰りジュース飲みたいって言ってな、うん、買ってんな、うん、あの一人一個いけるかって言って二つ買ってんな、うん、ジュースを、うんうん、そしたらバリでかくて、これめっちゃ大きかったよな。マジ？そうやったら安かったな、っていう話。じゃあ今日はこの辺で。さようなら。